ガンプラの中でも屈指の巨大さを誇るメガサイズモデルユニコーンガンダム。その巨大なキットに手を加えてメガサイズモデルバンシーノルンに改造。というわけで今宵はこのガンプラをレッツクラフティン。ユニコーン、どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット、メガサイズモデル48分の1ユニコーンガンダムです。このパッケージサイズ圧倒的です。ご覧ください、こちらのキット全高約452mm、 45センチですよ。もうとんでもない大きさになってますね。まあ箱が大きすぎて机の上がパンパンなんですが、もちろん厚みもあります。ちょっとパッケージ側面見てみましょう。ご覧のように完成見本写真に載ってますけれども、全然違和感がないというか、大きいから適当にモデリングしたなんてことはないんですよね。しっかりとしたユニコーン、そしてビームマグナムを構えると、そしてシールドもね、多分めちゃくちゃ大きいわけですよ。そしてこちらのキット、他のガンプラにはない特徴があります。それがシェーディングモールド。ご覧のようにパネルラインが非常にくっきりと入っている。これは大きいキットだからできる手法ですよね。まるで筋彫りを入れたかのような精密なライン。メガサイズモデルの特徴といえば、48分の1という超巨大サイズにもかかわらず、パーツが大きくて組み立てやすい、ガンプラ初心者から上級者まで楽しめるメガサイズプラモデルですと。パーツが大きくて組み立てが単純化されてるわけなんですよ。そしてこちらがスケール比較写真、144分の1と48分の1、本当に桁違いですね。そしてこちら大きいくせに初心者向けですから、まず組み立てにニッパーがいらないんですね。スナップフィット方式というのはまあいつもと一緒ですが、カラーイラストの説明書で非常にユーザーフレンドリーになってるわけなんですよ。ちょっと嬉しいのはこの水転写式デカールが付属してるんですね。さて、いろいろ言っては見たものの、箱を開けないと完成はしませんということで、箱を開けていきましょう。オープン。わー、はい、来ましたね。こちらが中身ですが、2つに分かれてます。そしてご覧ください、このパーツの大きさ。映像では全くこの大きさが伝わってないことでしょう。メガサイズモデルのガンプラ作ったことない方は分かりにくいと思うんですけど、ほんと冗談みたいに大きいんですよ。え、何これぐらいの大きさです。見てください、これ足の裏ですよ。足の裏のこのつま先の部分ですよ。これとりあえず出してみましょうか。はい、今回のランナータワーこんな感じになっております。とてつもなく高い、まるで天守閣のよう。一見するとすごいボリュームなんですが、パーツの数的にはそんなに多くはないんですよね。ただとてつもなく一個一個のパーツが大きいというだけです。とりあえず袋を開けて中身を取り出していきましょう。人が持つには早すぎる、シンギュラリティ1ユニコーンのサイコフレームです。一応机の上にパーツを並べようと努力をしてみましたが無理でした。パンパパンパパパパンって感じです。もうどこから紹介したらいいのか分かんないんですけど、とりあえずサイコフレームはこんな感じです。こちらも一つ一つがとっても大きい。あんまりズームをしなくてもしっかりとパーツが見せれるっていうのがすごいですね。そしてこちらがイロプラの頭部ですね。ブレードアンテナはゴールドっぽい成型色になってます。そしてこちらが頭部、ご覧いただければ分かると思いますが、非常にディテール細かいです。後頭部とかも同様。そしてツインアイはこのように目の部分がくり抜かれてるパターン、こういうのいいですよね。そしてセンサー類はグリーン、フェイスパーツもこの2本のスリットがしっかりと入ってます。もうとにかくパーツがでかいとしか言うことないと思うんですけど、ほんとでかいんですよ。これがシールドですけど、これ半分ですからね。この上にこうもう一個来ますから。ふくらはぎのスラスターカバーみたいなやつ、これがだいたい13センチあります。バックパックもでかいです。ちゃんとパーツごとくり抜かれてて、しっかりした造形してますね。ガンダムの時もそうでしたが、マジで笑えるんですよね。これがビームマグナムです。大きさ的にはね、ほぼ人が持つやつですね、これ。ピストルぐらいの大きさです。その他の内容物としてはこちらですね。でかいやつには必ず入っているサーベル3です。そしてホイールシールが1枚付属。関節はめちゃくちゃでかいポリキャップ。この辺も関節のパーツなんですが、このメガサイズモデルの特徴ですね。ガンプラと刻印が入ったパーツセパレーター。こちらが入ってるんですよね。あとはホワイトのポリキャップと、こちらですね。完璧な水転写式デカールが付属してます。これはマジで素晴らしい。そして説明書がこちらですね。メガサイズモデルは説明書もフルカラー。まあ、組み立て自体は非常に簡単だと思います。メガサイズの特徴ですね。関節部分、2枚のランナーをランナーごと組み合わせて、その後切り離すという、ちょっと変わった作り方。いやー、カラーなんで分かりやすい。そして巻末にはガンプラ簡単製作法、こちらが載ってます。ニッパーで綺麗にゲートを処理したり、ガンダムマーカーによる墨入れのやり方。これぐらい大きいと
ガンダムマーカーでも綺麗な墨入れが入るかもしれないと思いましたが、この写真を見てみると結構ぼやけてますね。そして最後はデカールを貼ってかっこよく仕上げようということで、レッツエンジョイガンプラ、いやー楽しみです。はい、以上パーツのご紹介でした。それでは早速作っていく。まずはパーツを切り出します。先細いスパニッパーでカット。手でもぎ取れるって書いてありましたが、意外とゲート太いですね。これ多分もぎ取ったらゲート跡めちゃくちゃ汚くなると思います。パーツをカットしたら、お次はこちら、シャキーン、アルティメットニッパーでゲートを2度切り。なかなか立派なゲートをしております。そこに刃を添えて優しくカット。このラインディテールとかね、円形のディテールとか非常に綺麗に入ってますね。はい、パーツを全てカットしました。そして全パーツはこんな感じですね。もうはみ出しまくってるっていうね。さて、じゃあ順番に作っていきましょう。はい、では頭部から作っていきましょう。まずはクリアパーツのツインアイですね。こちらを差し込んでサイコフレームをはめます。フェイスマスク、ヘルメットで挟み込みます。これ結構きついですね。ギチギチです。ひさし部分とトサカを取り付けて、アンテナを差し込んでグレーのパーツでカバーします。最後に後頭部をはめて、これで頭部の完成ですね。しっかりとしたモデリングです。というかバンダイさんはユニコーンに手を抜くなんてことはないですね。かなり力を入れてどのキットも作ってある。続いて足を作っていきます。まずはランナー同士を合わせて関節を作るんですが、先にポリキャップを入れておくと、そしてこの2枚のランナーをこのように合掌と。ポリキャップ入れ忘れたら大変なことになりそうです。はい、できました。この状態でカットしていくわけですね。はい、では続いて足を作っていきます。こちら足首です。ポリキャップを入れたこの関節を取り付けて、アーマーで閉じていきます。バラす時のことを考えて切り込みを入れておく。かかとのパーツ、これをはめて、つま先のパーツ、めちゃめちゃでかい。足の裏もかっこいいディテールが入ってますからね。そしてこれを取り付けると。組み立て自体はすこぶる簡単。サイコフレームをつけて甲のパーツを取り付ける。そして両サイドにこちらですね。変形しませんから角度を気にしなくていいのがいい。はい、これで足先完成です。すごいボリューム、確実にパーフェクトグレードよりでかい。続いてすね部分ですね。2つを合わせます。本当に作るのは簡単です。サイコフレームを取り付けて、さらにこちらバーニアをはめてアンクルガードを取り付けます。そしてこの部分にフックを取り付けるんですけど、一旦取り付けたら外しにくそうだったので、このように穴を開けてます。そして内側から押して取り外すというわけですね。こことこの部分、足の甲のガードをポリキャップに差し込んで、ふくらはぎのスラスター部分を作ります。これを取り付けると、正面にアーマーをはめていきます。こうですね。膝のサイコフレームはこちらとこちらを取り付けて、これをすねに差し込みます。もう稼働しないから簡単でいいですね。膝関節です。こちらに太もものフレームを差し込んで閉じます。アーマーで閉じていくと。外側、先に太ももを作って、その後このサイコフレームを差し込んでいくんですね。側面、後ろ側、反対の側面、膝アーマーを差して股関節のパーツ、そしてこの2つを合体させます。おお、さらに足首を取り付けると。いや、でかいです。この大きさを伝えられないのは残念。リアルグレードガンダムを置いてみましょう。こんな感じですねマジですごいな、これ。これですよ。どういうことだよ。次にスカート部分作っていきましょう。股関節のパーツです。サイコフレームを組み立ててフレームにはめると、その下にもリアスカート、こちらも組み立てて内側にスラスターをはめます。そしてフレームに取り付ける。こんな感じ。フロントスカートにもサイコフレームつけて、正面から閉じます。そしてボールジョイントで取り付けると。サイドアーマーを組み立てます。これも簡単。そしてはめ込むと、スカート部分完成です。紛れもなくユニコーンですね。こんなに簡単に組み立てられるのに素晴らしい造形ですね。はい、次に胴体を作っていきます。肩関節を取り付けてボディフレームを差し込みます。そして首回り、胸部のサイコフレームで閉じます。ウエストを組み立ててこれを差し込みます。首フレーム、そして外部装甲を取り付けます。正面、肩周り、両肩取り付けて、背中もはめて、肩の上の部分のパーツですね、これを組み立てる。そして取り付ける。首周りのフレームをはめて、胸部センター、そしてフィン状のパーツを差し込むと。
はい、ボディの完成です。このキットすごいですね。少ないパーツでこれだけ立体感のある造形を作る、この辺とかもよく考えられてますね。バックパックを作ります。サイコフレームを取り付けて上からカバーします。スラスターを4機取り付けていきます。そして側面のカバー、センターにこの小さいのをはめてサーベルマウントを2つ取り付けて、これでバックパックの完成ですね。さて次に腕を作っていきます。まずはショルダーアーマー、サイコフレームで挟み込んで外部装甲をはめていきます。外側にこちらを取り付けて天板をかぶせると、ショルダーアーマー完成です。パーツ少ないですね。引き続き腕を作っていきます。サイコフレームに外装をはめていく、側面のアーマーを取り付けて可動式のパーツを取り付け、そして閉じます。ビームトンファーはちゃんと再現できるようで、ここ稼働してビームサーベルを格納することができます。手首パーツを取り付けます。肘関節もめちゃくちゃ簡単な構造です。上腕を取り付けてポリキャップ、そして閉じます。これを前腕にはめてマニピュレーターを取り付けと、ショルダーアーマーを刺せば、はい、これで腕の完成ですね。ちなみに関節なんですけど90度、約90度まで曲がります。はい、続いて巨大なビームマグナムですが、こちら完全なるモナカ構造、合わせます。はい、こちら合わせ目もこれでもかと言わんばかりに出てますね。ただ下のこの部分は段落ちモードになってますね。クリアパーツをはめて銃口を取り付けます。もう一つ、そして側面にグリップを追加、閉じます。はい、これでビームマグナム完成ですね。小型のピストルぐらいあるわ。すごいでしょこの大きさ。そして最後にシールドを作りましょう。まずはクリアパーツを使って羽を4枚作ります。これを4枚ベース部分に取り付けていきます。センターをこのパーツで押さえてマウント用のパーツを取り付け、正面にシールドをはめます。はい、来た、でかっ。これもちょっとした人間用の盾みたいな感じになってますね。だいたい前腕と同じぐらいの大きさ、むちゃくちゃでかいです。はい、というわけでメガサイズユニコーン仮組完成です。でかい、とにかくでかい。早速組み立てていきたいんですが、ちょっと足の可動を解説するの忘れてましたね。膝は90度、足首はこれぐらいですね。左右にも傾きます。足を取り付けて、はい、これで下半身の完成です。かなりカメラを引かないと全体が入らない。もうね、これはすごいとしか言いようがないですね。次に腕を取り付けましょう。これ結構しっかりと奥までグッと刺さないとダメですね。できました、上半身。そして上半身と下半身をドッキング、ガシャッコンと。バックパックを取り付けて、最後に頭部を取り付け、ジャキーン。これでメガサイズモデルユニコーンガンダムの完成です。メガサイズモデルユニコーンガンダム完成です。いかがですか。撮影用のブースからはみ出さんばかり。頭部を拡大してみるとこんな感じですが、モデリング自体は非常に出来がいいんですよね。今回はこのキットをバンシーノルンに改造してなおかつ全塗装しますからね。ここからが本番です。これを全塗装するとなるととんでもない塗料の量が必要だと思いますが、やっていきましょう。バンシーへの改造にあたってはこちらを使います。ガンダムベース限定のユニコーン&バンシーヘッドディスプレイですね。このディスプレイ48分の1サイズなんで、ご覧のようにユニコーンガンダムの頭部と比べても全く大きさ一緒ですよね。質感自体はユニコーンの方が上なので、主にバンシーのブレードアンテナ部分を移植します。まずはこちらのルーターに小型の丸ノコをセットしてパーツをカットしていきます。この首周りの部分もバンシーのパーツを使うんですが、これがね、切り出すのがなかなか大変でした。このプラスチックめちゃくちゃ硬いんですよね。もともとディスプレイベースなんで厚みがあって非常に頑丈。怪我しないようにゆっくりとカットしていきます。作業中もマジで怖いんで全くおすすめしません。ふう、なんとかこんな感じで襟周りを切り出せました。そしてユニコーンの襟部分もカットしてプラ板で下地を作ります。平面にしとかないとくっつきませんからね。その後しっかりとヤスリがけして形状を整えます。こんな感じ。これを首周りにはめていくと、両方はめて奥襟にはこちらのパーツですね、これを差し込んで完成と。そしてここにバンシーのこのギザギザの襟ですね、これを取り付けて金色に塗装して後ほど接着すればバッチリじゃないかと。頭部パーツとアンテナをちょっと切断してバンシーのアンテナに付け替えます。これだけでもう全然雰囲気変わりますね。他のアンテナもパーツを適度に切断して
形状を整えて接続用の穴を頭部にきれいに作って、ここに差し込んで接続します。2本とも差し込むとこんな感じになります。バッチリハマったな。大きい方のブレードもはめてちょっと全体をチェックしてみましょう。やばい、バンシーやっぱかっこいいですね。これは改造した甲斐がありました。そして額の先端部分、ここをきれいにカットしてこのように外します。そこにさらにバンシーのパーツをこのようにはめると、これで頭部の完成になります。おお、これプラ板で作るとなるとなかなか大変ですから、ぴったりサイズがあってよかった。超巨大なビームマグナム、こちら完全にモナカ構造なんで合わせ目を消していかないといけない。なのでヤスリでゴリゴリ削っていきます。かなり頑張らないとこれ綺麗に消えませんね。実際ちょっと合わせ目の線が残っちゃってます。そして全てのパーツを表面処理と。すごいですね、 YouTube というのは。ここまで50時間以上かかってますが、動画ではたったの3分ぐらいです。パーツを一旦洗浄して持ち手棒をつけて塗装していきますが、もうねすごい量なんですよ。とにかくパーツがもう塗装ベースも足りなくなるという。まずはサイコフレームから塗っていきます。今回は最終決戦バージョンのメタリックグリーンにしたいので、一旦黒サフを塗っていきます。ちなみにこのサイコフレームは ABS 樹脂なんで、プライマーを下地に吹いてます。たまにプライマーは必要ないですよと言われる方もいらっしゃるんですけど、大抵説明書には ABS 樹脂の塗装は推奨しませんと書いてありますんで、まあプライマーぐらいは保険として塗っておきたいと。実際プライマーなしだとポロッと塗装が剥がれる時がありますからね。塗装剥がれもパーツ破損も絶対に嫌だって時は、もうプライマー塗っておいた方が安全じゃないかなと思います。次にメタリックグリーンを塗っていきます。端っこからゆっくりと吹きかけていく。本当はサフの上からブラックをもう一度吹きかけるか、光沢クリアを吹いて表面をツルツルにしておいた方がいいんですけど、まああんまり変わらないだろうということでそのまま吹いてます。こんな感じですね、ギラギラです。塗装してから気づいたんですが、この胸部のサイコフレームの引けがすごいことになっている。ここは穴埋めしていきましょう。今回はタミヤ瞬間接着剤イージーサンディングというのを使ってみます。これはまあいわゆる瞬間接着剤なんですけど、固まった後にそんなに硬くならないんでサンディングがしやすい、ヤスリがけがしやすいということなんですが、どうなんでしょうか。まずはキャップを1回ねじ込んで穴を開けます。そして引け部分に少量ずつ塗布していきます。接着剤のカラーはご覧のように無色透明ですね。あとはこれが固まった時にヤスリがけしやすい硬さなのかどうなのか。固まりましたんでヤスリがけしていきますけど、まあ、あくまで主観ですが、あんまり変わらないような気もします。まあ、若干柔らかいかもしれないですね。引き続き他のパーツ、ブラックサフで下地を作っていきます。ただいま3倍速でお届け中。全てのパーツに黒サフを塗りました。いやすごいわ、メガサイズモデル。サーフェイサー2本半ぐらい使いましたよ。次に基本色を塗っていきますが、今回は完全なるバンシーカラーを作りたいということで、デジタルスケールを使ってしっかりと計量しながら調色していきます。まずはインディーブルー、確実に1本以上使いますね。これに適量ブラックとホワイトとレッドを加えて混ぜます。だんだんそれらしいカラーリングになってきましたね。ご覧ください、これが説明書通りの完璧なバンシーブルーです。パーツのホコリをはたき落としてブルーを塗っていきましょう。まあ下地のカラーリングも関係するんで、ちょっと暗めのブルーになるんじゃないかと予想してます。仕上がりのカラーリングはこんな感じですね。それにしてもこのシールドもでかい。ブレードアンテナなどのクリアパーツはゴールドに塗装していきます。いやゴールド塗装はいいですね、ゴージャスな雰囲気が出てくる。ベースカラーを塗装したら塗り分け部分をマスキングしていきます。こちらはビームマグナムのこの断層部分ですね。ここだけ色が違うんですよね。非常にパーツが大きいのでごまかしが効かないというか、綺麗にマスキングを貼っていかないといけない。パーツが大きいんでこの断層の側面に 0.5 ミリぐらいの段差があるんですよね。ここもちゃんとマスキングしていかないといけない。そして塗り分けしたものがこちらになります。早速マスキングを剥いでいきましょう。側面の細いマスキングテープもベリベリっと剥いで、ピンボケしててすいません。こんな感じのエッジですね。全体像はこうなってます。まあなかなかうまくいったんじゃないでしょうか。塗装が完了したらディテールを筆塗りしていきます。グレーのエナメル塗料を使って細部をこんな感じで筆塗りします。思いっきりはみ出してますが、後で拭き取るので大丈夫。このキットにはこのようなマイナスモールドみたいなディテールが全身に入ってるんですよね。最後にデカールを貼っていきます。今回はパーフェクトグレードバンシーノルンの最終決戦バージョン、このデカールを使います。使用するデカールをまずはカットして水につけると、
貼り付けにはミスターマークセッターを使います。パーツに塗布してデカールを貼り付ける。そしてまず軽く水を拭き取ります。デカールスキージーを使うと大きいデカールを貼る際もやりやすいですね。そして大きめのデカールはシルバリングが非常にしやすいので、こちらのタミヤさんのマークフィットハードタイプを使います。デカールがかなり柔らかくなるんで、パーツにしっかりと密着してシルバリングを防ぐことができます。はい、ついに完成しました。メガサイズモデルバンシーノルンです。全体としてはこんな感じですけど、このね、144分の1のガンダムを置くことによってどれぐらい大きいかお分かりいただけるんじゃないでしょうか。ちょっとパーツの方をチェックしてみましょう。まずはこちら頭部ですね。どうですかこの頭部、バチバチにかっこいいですよね。バンシーといえばゴールドのサイコフレームって感じもするんですが、グリーンのサイコフレームもなかなかいい。デカールのメタリックグリーンのカラーもバッチリ合ってます。かっこいいですけど変形はしません。そしてこちらが胸部です。これもでかい、とにかくでかい。まあこの辺の加工はちょっと雑な部分があるんですけど、ご了承ください。バックパックはこんな感じ。カラーはほぼブラックですね。ブラックにちょっとだけブラウンを混ぜてます。そしてスカート部分がこちらになります。これも大きいですよね。ちなみにこの部分、従来はゴールドなんでしょうけど塗り分けするのを忘れました。ショルダーアーマーはこんな感じです。上から少ないパーツ数でこれだけのモデリングってすごいですよね。そしてこちらが腕です。本当に素晴らしい造形です。この塗装の色味も結構今回成功したんじゃないかなと個人的には思います。そして足ですが、こちらもめちゃくちゃ大きい。かなりカメラを引かないと入りませんからね。太ももはこんな感じですね。非常に簡単な構造をしております。そして超でかいビームマグナムにこちらのシールド、マークフィットを使ったんで、これだけ大きなデカールでもあんまりシルバリングしてないんですよね。いい感じに貼れてるんじゃないかと思います。しかしすごい迫力、手よりも全然でかい。さてでは最終組み立てやっていきましょう。まずは足を取り付けます。はい、これで膝までですね。さらに太ももを差し込んで足完成です。144分の1との比較ではこんな感じ。144分の1はだいたい足の裏と同じぐらいです。スカート部分に足を取り付けていきます。下半身の完成ですが、とてつもない迫力です。これどこに飾ろうかな。続いて上半身、ショルダーアーマーを差し込んで腕を取り付けます。はい、上半身完成しました。えげつないですね。そして上半身の関心をドッキング、ガシャコンとバックパックを取り付けて、最後に頭部を取り付け、ジャキーン。これでメガサイズモデルバンシーノルンの完成です。クラフタチャンネル。メガサイズモデル48分の1バンシーノルン完成です。近くで見るとこんな感じ。サイズが大きいですから、近くで見ても非常にスケール感があっていい。バックショットはこうなってます。しかしでかい、約46センチのビッグサイズ。なかなか映像では大きさが伝わらないと思うんですが、とにかくすごいですねこれ。ちなみにポージングはと言いますと、まあ多少は動かせるかなといった感じですね。腕とかはウェポン類をまあなんとか支えられるかなといったところでしょうか。まあそのままの状態だと股関節が結構緩めというか、この自重にちょっと耐えきれない感じはしますんで、補強とかを入れた方がいいかもしれない。改めてこのバンシーの大きさを再度確認しておきましょう。まずは144分の1のリアルグレードガンダムバージョン 2.0 を置いてみますが、どうですか、笑えますよね。むちゃくちゃでかい。まあ144分の1との比較というのもね、間違いですよね。マスターグレードだったらちょっとは対抗できるのかと置いてみましたが、全く話になりませんね。膝ぐらいまでの大きさでしょうかね。よし、わかったと。ならばこれならどうだ。ハイグレードデストロイガンダム、かなり大きい機体ですが、これを横に置いてみましょう。はい、こんな感じですね。この相当でかいキットが下半身ぐらいの大きさなんですね。よし、わかった、そういうことかと。ならばこれならどうだ、パーフェクトグレードガンダムマーク2。もうこれ以上大きいガンプラはうちにはございません。はい、これ置いてみます。なんということでしょう。パーフェクトグレードと比べても全然話にならないこの巨大なサイズ。全塗装したらめちゃくちゃ重たくなったんで、一体どれぐらいの重さあるのか測ってみたいと思います。デジタルスケールに乗っけてみる。はい、出ました、ドン。こちら 104g、 驚異の1キロ超え。
はい、というわけで今回はメガサイズユニコーンガンダムを改造してバンシー乗るもどきを作ってみました。いやー、とにかくでかい。塗装めちゃめちゃ大変でしたね。だいたい10日間ぐらいかかったような気がします。まあおいそれと買えるものではないですけども、まあね、満足感は半端ないですよね。皆さんもぜひメガサイズモデル全塗装してみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツルーリに関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。